ささみみ、ああ寒いなしかし。ああ、さみ。よいしょ <coughs>。はい。まりんちゃん先生のおやつタイム。ええー。ああ、めっちゃ寒いですね。ああ、そび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 。暑さ、寒さも彼岸までと言いますが。 もう悲願ですやん、ね。いつまで寒いね。うんまに。はい。ということで、はい。マリンちゃん先生のおやつ、タイムということでね、今日は外は雨ざーざーですのでね、えー、今日は部屋の中で食レポという形で、よし、今から撮影していきたいと思いますけれども、はい今日のおやつは、なんじゃらほい。はほい,い,い、じゃん。 はい、今日のおやつは、えー、うぐいすあんの、まあ、おはぎということでですね。えっ、ー、と、前回の動画で、えー、おはぎとボタンチの違いというお話をちょっとさせていただいたと思いますが、はい、えー、早速ね、食レポということでやっていこうと思うのですが、 で今、えー、春のお彼岸の時期ですので <coughs> まあ一般的にはボターボンチと呼ぶのが正解なのかなとも思うのですが、えー、こちらの、えー、とこれ売ってあった、えー、これ売っているお店ではおはぎと称して売っていましたので、えー、私もここでは、えー、おはぎ という意味では食しくをしたいと思いますが、まあねえ先ほども言ったようにね、おはぎとボタンもちというのはまあ、基本的な同じ食べ物で、この季節で季節によってまあ、春はボタンの花、ボタンの花にえ似ている様からボタンもち、で秋にはえははぎの花ですね、はぎの花に。 見た目や形が似ていることからはおはぎという、えー、呼び分けですかねをすることもあるのですが、まあ、今の時代ではねどちらもおはぎということが多かったりもしますねということで、はい、こちらもおはぎと称して売っておりますので、はい、ウグイスアを使ったおはぎを今から、えー、食べてみたいと思いますはい いただきます、はい。美味しそうですね、はい。うぐいさんというのは枝豆から枝豆を潰して作るあんこですかね。では。うん。うん、あ美味しいですね。 枝豆の香りがほんのりしますね。なんか美味しいです。ちょっとかいな。ちょっとか <laughs> くなって昨日買ってきたやつなのでちょっと硬いかもしれない。よいしょ。よょこんな感じで。で、味はですね、ちょっと待ってね。 うん、もち米の部分に、えー、少し塩味が入っている感じででもうあんもしつこい甘さではなく本当に上品な甘さでで、ほんのりと枝豆の香りがしてでも美味しいです <laughs> はいでこの後、ねまあとね撮影終わらせたらねおいしく いいいたただきたいと思いますすが <coughs>、まあ、こんな感じですね、まあ、あの仙台とかの名物でずんだ餅ってありますけどそれはもうちゃんとは食べたことないんですけどこんな感じなんでしょうかね <coughs> ということで今、はい、回のマリンちゃん先生のおやつはえー、ウグイスいあんを使ったおはぎ ということでね。はい。<coughs> はい、ちょっとまあ、ね、これといっておもろることも言えず <laughs> 終わってしまいましたけれども、まあ、ちょっとね、な々と取っていてもおしゃあないので、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。